はい、ご視聴ありがとうございます。ハレイヤーの大塚です。前回は少数精鋭のクリーチャーと、プレインズウォーカーで攻めるエスパーミッドレンジを紹介しましたが、今回は骨太なクリーチャーをたくさん採用した、グルーデビットタウンについて紹介したいと思います。デッキリストはこちらになります。序盤はマナクリーチャーと軽くて高パワー高タフネスを持ったクリーチャーを展開して、後半はプレインズウォーカーでサポートする感じのデッキになってます。このデッキは、アリナのメイン戦のみの BO1 で大流行している赤ダに対して有利なんです。こっちの方が同じマナ池でもクリーチャー1体1体のサイズが大きいので、攻撃を受け止めやすく、数を並べてきても軽い熟で対処できます。後半に逆転できるプレインズウォーカーなども揃ってますからね。もちろん他のデッキにも強く出れるので、その活躍をお見せしたいと思います。それでは対戦いってみましょう。さあ、まずは初手、土地はあるんですが、こちらから動いていくデッキなのにちょっとクリーチャーがなくて、序盤は除去のみと、ちょっと相手の動きに左右される感じなので、今離岸します。さあ6枚、土地2枚でマナクリーチャーもあり、うまく動けそうなので、これでキープします。さあ相手はエスパーから、こちらは2マナから楽園のドリドでマナを伸ばします。ハンデス、サルカンが落とされてしまいました。まあ、ここは4マナあるので、カウンターされないうちに再燃するフェニックスを出します。ガンガン攻めていきましょう。グルールの呪文砕き、ですがここは、吸収、まあしょうがないですね。2体でアタックします。相手は何もしてこないですね。攻撃を続けます。全体除去を食らいたくないので手札を温存しますね。さあ相手の切り札、ドミナリアの英雄テフェリー出てきました。アドバンテージをあまり稼がいたくないので攻撃で落としときますかね。除去もないみたいです。いいリズムで詰められてますね。さあ相手はハンデス、またサルカンが続けて3マナの火をぶすものテフェリー、再燃するフェニックスが手札に戻されてしまいます。おですがここでゴブリンの鎖回しを引きました。出た時の1点でテフェリーを落として楽園のドリドでアタック。さあ屈辱で除去されますが、再燃するフェニックスをもう1回出します。ケイヤの怒りからの、肉球状の叫び、サラチになります。さあ戦線を復活させるために、こちら成長室の守護者、通称カニですね、と、クロールの森内を追加します。さあテフェリー来ました。マイナスでカニがデッキに、そして思考消去でもう一体のカニが落とされてしまいます。あれ、でもこれもしかして、これ永遠神ルナスで、折り打ちのパワーを2倍にすれば、あったかったルナス追用。土地も攻めても十分ですね。キープします。まずは成長室の守護者、あ、ここ森を置いちゃいましたけど、ゴブリンの鎖回しのために山を置くべきでしたね。相手は翡翠光のレインジャー、土地から見てもバントミッドレンジかな。
してハイドロイド完成体。こいつは無理にして対処します。続いて交流台にカニが、しかしここは稲妻の一撃で取り返します。エリマキ神秘が入っている可能性もあるので、ここはメインで落としておきます。さあ2体目の交流代理人、一応稲妻の一撃ありますが、おっとさらにテフェリーから今のうちに交流代理人除去しておきます。本当にテフェリーよく出てきますね。バウンスされてしまいますが、ゴブリンの鎖回しがいるんで対処できますね。おっと、鎖回しは後続のクリーチャーが除去するのに取っておこうかな。ここは声出してテフェリーを打ち取ります。さあ相手はバイオドロイドからのフワのトロスターに、こいつ本体を除去できれば鎖回しでトークンも落とすそうですね。ただちょっと土地がなくて攻め手が溜まっちゃいましたね。とりあえずカニさん出しておきます。おお、ビビアンティーノ。ちょっと雲行きが怪しくなってきましたね。さあ土地を引きました。さあちょっと今のところはどれ出しても大して強くないな。もう一枚サルカンありますし、ここはドラゴン出しておきますか。まあちょっとビビアンやられちゃいますが、そうですね、やっぱり、まあ、除去しますよね。そしてバイオドロイドとアクエノドロイド、この2体でサルカンにアタック。バイオドロイドは順応で3号になりますし、ここは能力起動する暇がなさそうなカニと楽園のドロイドで相打ちしておきます。さあバイオドロイドは3号になってサルカンは退場ですね。引いたのは強撃脅威、これはかなり強いのでは。まず鎖回して全体でからの強撃でトロスターニを除去します。これでトークンの死亡、相手はブロックがいないので呪文砕きでビビアンリードを落とします。さあ巻き返してきました。さあ相手続いてシャライとラノワルのエース、ここ相手バイオドロイド3マナ出せるのでプラス1カウンターを受けますね。さあ墓地にクリーチャー溜まってるのでクロールの森内でシャライを落とします。墓地に3体で6に能力を使われましたが除去できました。ここドブリ出せるんですけれども、殴ると返しで倒されるのでちょっとマイナス2能力をうまく使えるタイミングまで取っておきましょう。相手は殴らず、ここはサルカン出しますか。さあドラゴンを召喚します。この盤面の飛行余裕は強いだろう。さあ相手は牢獄領域、サルカンが気を取り直してこっちのドラゴンでアタック。さて今この盤面だと相手ライフ詰められているのでドブリ出しますか。さあ格闘でブロッカーを減らします。おっとここでオケチラが出てきた。しかし追加のクリーチャーはないようですね。さてこちらイッシュは手札にずっと持っていた永遠神ロナス。相手もたまらず投了です。さあ序盤からマナクリーチャーとクリーチャーで攻められるのでいいハンドですね。キープします。相手は赤タンみたいですね。ここは楽園のドロイドを出してバノンを伸ばします。呪文が偉い。さて相手は遁走する上貴族、放置しておくとかなり厄介なことになりそうなので
なんつばの一撃かな。おっと、ゴブリンの鎖回しを引いてきました。ここはインスタントを打たれる心配もないので、ゴブリンの鎖回しで上級族を除去しましょう。さて、鎖回しは焼かれて、楽園のドリードもショックで打ち取られてしまいました。しかし、こちらにはグルルの呪文砕きがいます。44で出せば相手もなかなか手を出せません。そして相手は溶岩走りとビーヤシンを並べてきましたね。ここをアタックして攻撃脅威の脅威で44を追加します。相手は全軍アタック。ここは一体ブロックしますか。稲妻の一撃と合わせて抑えますが、相手は手札1枚。こちらまだ余裕があります。カニさん出して、相手は除去を打たずにクリーチャープラス火力で余裕を落としてきたので、もう火力はないでしょう。順応します。ライフを持って戦線を整えます。さあ、上規則、実験の魚卵を引かれるとちょっと呪文を連打される可能性もあるんで、早めに除去します。さあ、1点アタックして追加のカニさん。相手は危険視で打ってきたか。そうなると早めにゲームを決めたいところですね。4点受けて、相手フロパン、一体相打ちになりますが、ライフを守りましょう。そして再燃するフェニックスとクロールの森打ちを追加。相手は危険因子を打ちますが、今のでは5点削れないでしょう。3枚引かせます。溶岩橋が出ますが、ここで投了ですね。さあ、グルールビルドダウンいかがでしたでしょうか。デッキリスト改めて見てみましょう。序盤からクリーチャーを展開してライフを削っていきます。中盤からはプレインズウォーカーなどで攻め手をサポートする分かりやすいデッキになってます。グルールの呪文砕きはインスタントタイミングでやられにくく、サイズが大きいので序盤からプレッシャーを与えるのに役立ちます。再燃するフェニックスは高パワーの飛行クリーチャーでありながら、一度の除去ではやられにくい優秀なカードです。追放除去には気をつけましょう。成長室の守護者は2マナ22と平凡な大きさですが、順応などプラス1カウンターを乗せることで後続を呼ぶことができるため、持久性に強いカードです。エイシーのナスは一見ロマンにあふれるカードですが、膠着状態を打開することもできますし、相手の計算を大きく狂わせることもできます。また、ボーラスの開案者ドムリはですね、4マナ5マナに安定してアクセスできるようになります。マイナス能力はスノーサイズが大きいこのデッキでは使いやすく、ライフが攻めやすくなります。そして主なき者サルカンは44で飛行を生み出しつつ、プレインズウォーカーがクリーチャーに変わるので打点を大幅に上げることができます。このデッキは2種類のプレインズウォーカーしかありませんが、たくさんプレインズウォーカーを採用してサルカンのプラス能力を最大限に使えるようにしたグルールデッキも存在します。グルールは他のデッキに比べると構築の幅があるので、いろんなタイプのデッキを試すことができます。よかったらハレリアのデッキ検索ページで自分に合ったデッキを探してみてください。それではまた。